はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日も先行ワンキル元気にやっていきましょう。いきなりお前何言ってんだみたいな感じなんですけども、皆さん新パックで登場したハンモグの従者という装備魔法はご存知でしょうか。装備モンスターのコントロールが移った時、装備モンスターのコントローラーに装備モンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを与えるっていうね、最強のテキストが書いてあるんですけども、要するに、めちゃくちゃどでかい攻撃力を持ったモンスターにこいつ装備して相手にコントロールを送りつけたらなんかワンキル取れるってことですよね。ちなみにOCG では一応これ半分のダメージじゃなくて元々の攻撃力分のっていうダメージなんですけども、リンクスだと、ダメージ1率半減になってるんで、半分のダメージを与えるっていうことになったんです。でハンモグの従者をつけるモンスターとして優秀なモンスターっていうのは、いくつか候補を挙げられるんですけども、元々の攻撃力がね、4000以上あればいいんで、なんか例えば新レインボードラゴンとか新サイバーエンドドラゴンとか、ああいうのが一番簡単なんですよ。4000でポン出しできるから、あと新パラドックスドラゴンとか、ね、ああいうのでもいいんですけど、今日はねちょっとねどうしても見つけちゃったんで、元々の攻撃力ってそーっとかけたら出てきたモンスターがいるんですよ。それがユーフォロイドファイターって言います。ユーフォロイドプラス戦一速モンスターっていうね、ユーフォロイドってのはこれで、戦一速だったら、融合なんでもいいんですけども、融合召喚の素材にしたモンスターの攻守の合計になるんですよ。このモンスターの攻守がで元々の攻撃力になるんですよ。それがってことはですよ、めちゃくちゃ打点が高い戦一速モンスターを融合素材にしたら、このモンスターの打点やばいことになるじゃないですか。で戦一速モンスターで検索して一番攻撃力が高くてなんか面白そうだったモンスターがゲートガーディアンっていうモンスターがいましてやばいこと起きてるんだけど、ユーフォロイドと、今回はゲートガーディアンで融合してユーフォロイドファイターを出し、でそのユーフォロイドファイターに、ハンモグの従者を2枚つけ、そしてこの2枚つけたユーフォロイドファイターを支援の患者で相手に送りつけることによって、2475バーンをかける2回相手に与えて先行ワンキルをしていくっていうデッキですね。はい、何言ってるか分かんなかったらすいません。泥ギミックは、結構有名ですけども、ヴィーナスデッキですね。ヴィーナスギミックで、ワンダーワンドとか馬の骨の対価とかを活用してドローしていきます。で、融合の使い手っていうね、このスキルにしていて、これ手札をね1枚デッキに戻すと、融合手札に加えるよっていう、デッキ外からだからデッキの中に融合を入れなくてもいいんですよ。それが強いなと思って融合の使い手にしました。で融合の使い手で、こことここを融合してこれ出していくってことですね。はい、ちょっと回し方をね見ていただければ分かるんですけども、成功確率マジで多分 1% ぐらい、多分ね 1% ぐらい、もう100回くらいやってで、サレンダーしまくってテンションガンライしてたところでなんか奇跡的に1回成功したんで、それをですね皆さんに見せていきたいなというふうに思っております。デュエルスタンバイ、マジで苦労したからグッと評価頼む。リスペクトなどしない。あ、これワンチャンな、これワンチャンな、これはワンチャンいますね。さあ、ヴィーナス召喚、ヴィーナス効果、これはね2体出しちゃっていいね。2体出して2体出しちゃってで、こうしちゃってで1体出してドローソース、はいで、ヴィーナス効果、ヴィーナス効果、ヴィーナス特集、ヴィーナスじゃねえや、ボール特集、ワンダーワンド、いやでもここでドローソース引き始めないんだよね。ドローソース引いてください。えい、ああいいねいいね、ああいいじゃんいいじゃん、すごい強い、これは割といいぞ。で、ちーちゃん効果、1枚ドロー、無の煉獄か、なるほど。馬の骨にしては考えよう、馬の骨して、はい、ああワンダーワンドいいね。いいねいいねすげえ回ってる、すげえ回ってるよ、めちゃめちゃ回ってるね。えはいねえ骨か、とりあえず煉獄使うのはちょっと一回待って、でこれ回収するでしょ。これなあと6枚なんだよな。これ結構ドローソース来てるから意外といけんじゃねえかな。煉獄はなんかその手札枚数調整に使いたいので、ですね、こうしてですね、でワンダーワンドよりも普通に馬の骨の方がいいよね。馬の骨がの方がアドバンテージ稼げるから2枚で1枚だしね。これちょっと考えましょう、しっかりと。今墓地に、なるほど。いやーこれ特殊召喚してワンダーワンドの方がいいのかな。今何枚あんだ。馬の骨もう1枚あるか。馬の骨もう1枚ある。だったらワンダーワンドは全部来たってことは、馬の骨引くかもしれないから、馬の骨の方がいいよね。馬の骨の効果でこうして、ああなるほど。じゃあ無の煉獄か。無の煉獄発動、無の煉獄発動で、ここで馬の骨引きたいんだろう。馬の煉獄発動を、あとどっちでもいいのかこれ。馬の骨発動、馬の骨発動、これいけた、多分いけたと思う。ああオッケーオッケーオッケー、いった、オッケー来たかもしんない。あと間違えなければ、待って、スキル発動、融合の使い手、これはピラネーカード戻せばいいから、ですね、まあ、2枚余ってるんで、どっちでしょうか。これでいいか、これいらないで、融合発動手札でマジックカード融合発動。さあ融合の効果によって、俺はユーフォロイドとゲートガーディアンを墓地の国、ユーフォロイドファイターを融合召喚苦節1時間半、苦節1時間半疲れた、もうやりたくない。試練の患者の効果、うおー、反応の従者の効果何バーンこれ、2000ぐらい、2500くらい、よし黙れ。どうやら理解したようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。